前日に引き続き本日の会議を開きます。日程に基づきまして市政事務に対する一般質問を続けます。日程から見まして本日は24番谷口議員の質問まで終わりたいと思います。それでは23番黒谷議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。23番黒谷議員。おはようございます。黒岩幸男でございます。実は私今回若い人に道を譲るということで来期は出馬しないという意向を固めたところでございます。振り返ってみますと今から39年前、昭和50年に初当選いたしたわけでございますけれども、以来10回の選挙戦を戦ってまいりました。29歳で議員になったときに北方町議会を見てみますと、当時河原議員のお父さん、それから亡くなられた伊藤元康さんのお父さんが議長をされておりました。そして私を今日を作っていただいた山口武義議員さんとおられましたけれども、この3方が北方町の重鎮でございました。いずれも50代の半ばでございました。前半でございました。その時29歳から見た北方町議会でございますけれども、やはり議員の定年というのは65ぐらいかなという感じをしておりましたので、ここ1、2年それはつぶさに思いますので、今回引退するという決意をしたところでございます。昨日市長さんは65歳若いという話をなされておりましたけれども、それは市長がよく言う上から目線ですね。29歳から見たときにはやはり65なんですね。それは今も39年前も変わらないと思っております。そういうことで引退を退したいと思います。そういうことでございますので、今回はこれまでのいろんな思い、特に武雄氏が多いんですけれども、そういう思いをですね、繰り返しながら、提言といいますか、質問という形にしていきたいと思いますので、重複する点、市長さん、かなりあると思いますけれども、よろしくお願いいたします。私の最初の質問は、先日といいますか、もう3年になるんですね。まもなく3年です。東日本大震災によりまして紙文書が流出したということから、市長はいち早く公文書の電子化ということを打ち出されましたけれども、現在その進捗状況はどのようになっているのか、まず最初の質問とするところでございます。よろしくお願いいたします。宮下つながる部長。おはようございます。行政文書の PDF 化の進捗状況ということでございます。現在のところ武雄市役所内の公文書の全体の総量、これを1700万枚程度ということで、推計をいたしております。今回は、このうち、平成24年度に作成された公文書、この1年間で、約100万枚程度の文書だろうというふうに推計をしておりますが、この文書を対象に、町内でスキャニングの作業をしているところであります。で、3ヶ月かかりまして、スキャンができたのが約5万枚。つまり、1年間かかってこのペースでいきますと20万枚、5分の1のスキャンの量になるということで、なかなか進捗状況については遅れているという状況でございます。で、こういう
状況から、現在機械が6台しかございませんので、そういうスピードになっておりますので、この機器を、増強しまして、さらにスピードアップを図っていきたいと、このように考えております。委員長。23番黒柳議員。やはり電子化するためには、政府を電子化というようにですね、まず基礎でございますので、一時も早いですね。もう福島はもう3年目になるということでございますので、これ一時早くですね、災害いつ来るか分かりませんし、これから大事なことですので頑張っていただきたいと思います。ただいまから2014年の武雄市議会3月定例会の一般質問を始めたいと思います。これ昔は三船山というのは武雄市だったんですけど、今自分の党って感じしますね。議員としては最後、住民の代表としての一般質問を行いたいと思います。私は今回3件について質問を出しております。第1点目が世界一優秀な新日鉄洋油炉の運転について、2つ目はパッセル、これは山崎さんが持つ特許でございますけれども、これを利用した世界初、これも初ですね、総合窓口システム作りについて、3番目は議会活動から見た諸問題、これは道路問題でございますけれども、3点について質問を通告をいたしておりました。しかし昨日の一般質問で平野議員さんと日和田市長さんの話の中で、事務の合理化は賛成だという言葉と、それからまた市長は民営化することで活性化につながる言葉がございましたので、この順序を入れ替えてですね、入れ替えて1番目にパッセルを利用した世界初の総合窓口作り、それから2回目に世界一優秀な新日鉄洋油炉について質問をしてまいりたいと思います。まず最初に、24年も言いましたけれども、行政と民間基準のあり方、これをまず整理しておきたいと思うんですね。昨日もあっておりましたけれども、私たち IT 行政特別委員会で沖縄県の IT 診療パークへ行って勉強させていただきました。それは沖縄県と企業が民間団体と一緒になってですね、作っておられたんですね。これが沖縄県の IT 診療パークでございます。この中ではですね、敷地が20ヘクタールちゃんと用意してあるんですね。これは会議室ですけども、特に IT を推進しよう、後で問題言いますけど、質問しますけども、IT を中心としてですね、こういう会議室いっぱい設けた。これを理由は後で言いますけども、これが委員会のメンバーですが、ここですけれども、つまり沖縄県と民間事業者が一緒になってですね、そして IT 企業を育てようという発想なんですね。育てるより誘致するという考え方ですね。それで民間施設イメージを作っておられました。こういうところで呼び込むという考え方ですけども、これが上手に回ってこそ、初めて誘致企業ができるという発想なんですね。私はこれ24年の3月定例議会でここで質問したことですけれども、仕事と発明発想を一緒にして、これだけでは足らん、さらにここに外部的支援、これがなければ企業起こす業ですね、企業は育たないという話をここでしました。でこれが上手に回って初めて企業が生まれる、竹しか生まれるという話しましたけれども、つまり行政にさらにですね、さらに行政に自然科学の目、つまり機械的とかいろんなことを入れていく発想をここ3年ずっとしております。いたして質問しております。仕事実務、これは市役所の仕事ですね、市役所ですね。それから発想相違、これは市議会で今やってきております。いろんな提言をしてきております。
そして大事なのは、企業で大事なのは、組織的支援がなければできないということなんですね。今回、この発明、開発については、3年前と言っているのが、パッセルなんですね。パッセル。これは、デイソフトの山崎社長が日本とアメリカで特許を取られたものなんですね。これを使って、これ3年質問してますけど、これを使って、行政部門を何とかしていこうという話をしておりました。それに外部的支援ですけれども、今ユニシスさんがこのことについて注目をしているという話を聞いたところですね。ユニシスさんが。そこでお伺いですけれども、外部からの支援を感じた。私はそう思っておりますけれども、このことに対してどのように思われるか質問いたします。よろしくお願いします。翔太市長。今温かい目線を感じてるんですけどね、あれなんですよね、 CCC とカルチャーコミュニティクラブと図書館っていうことで、もう完全にもう官民連携ではなくてね、もう一緒になってこうやってると、もうチーム竹雄となってこうやってるっていう姿がもう出てきていて、あ、こういう姿であれば、例えばユニスさんの話が出ました。で、ここでは言えませんけど、今さまざまな企業の皆さんであるとか財団の皆さんたちが竹雄氏とパートナーとして仕事をしたい。だけど昨日の宮本英八さんの質問でね、やっぱり業者とかいんさわけですよ。仕事場させんばとか、そういう日ですね、やっぱりドン引きしんさわけですね。世間がこと宮本議員、ちょっといいですか、私答弁してますよ。ですので、そういう、だから、まあ、三歩進んで、まだ三歩下がるかなという感じですけど、ただ、竹雄氏がものすごく注目されているのは事実ですので、で、特にこの IT 特別委員会がやっぱり注目されているんですね。ですので、その観点からすると、やっぱり竹雄氏がこう合併したときから来ると、もう覚醒の感があるなというのは認識しております。はい、以上。23番、黒江議員。つまり大事なことは、民間企業と自治体の在り方なんですね。基本的な考え方はもちろん、これはあくまでですね、官は民の補完的役割でなければならない、これ原則ですね。さらには官業は民業を圧迫しない、これも原則なんですよ。しかし民を育てるのも官の仕事で、これを忘れたらいかんですよね。これ沖縄ってつくづく思ったんですけども、沖縄 IT 診療パークではですね、沖縄で誘致企業ってのは何が来ると思うんですか。製造業来ませんよね。そこで考えられているのが IT 産業の醸成なんですね。醸成、辞書を引いたら分かりますけども、醸成というのは機運雰囲気などを自然に作り出すことなんですね。会議室、こう言われました。ぜひ IT の会議をうちでしてください。沖縄は気候がいいですよ、呼び込みなんですね。醸成という言葉を使っておられました。そこで IT 企業の育成教育、つまり大事なのはここですけれども、企業起こす業の支援なんですね。企てる業の支援でなくて、起こす業の支援が必要になってくるんですね。竹雄氏のレモングラスへの支援、これずっと見ておりましたけれども、やはりこれも醸成をされたと思うんですね。市が一生懸命頑張って引っ張っていって、そして手渡す、これが大事ですけれども、まあ当初は1兆円産業までいかなかったですね。しかしですね、山内のこのレモングラスティーハウスできれいに作ってあった、コーヒー飲んできましたけどですね、しかしあの時点でどんなに発展していくかから、レモングラスでそれこそ1兆円産業になったかもわからないですね。確実に目を拭いたのも事実なんですね。北方町で誘致問題ってあるんですね。ここに覚えてですかね。誘致を作りたいということで、ある議員さんの奥さんが陳情に来られたんですね。屋根をつける件が全部くれんですかって話。つまり朝市じゃなくて夕市ですけれども、これは農協、北方の
北方師匠ですね、農協の。そこの前作っておられました。そしたら、銀の中にけんけんがくがくありまして、一企業に金出すとおかしからんもんって話ですね。まあいろいろありました。その時私が言ったのは、笑いながら言ったんですね。たかが二三十万出してもよかろうもん。そのことによって市民の皆さんが便利になるし、町民ですね。なるし、そしてまた、それが大きくなって税金を払うことないよ。恋に越したことなかろうもんじゃ。話をして、結果的に全会一致でですね、補助金出すことになった。それは雇用の確保と税収アップなんですね。という考え方が大事だと思うんですね。大事なことはどこまで支援するか、ということでございますけれども、企業、起こす業ですよ。育成の手助け、醸成、民間企業との距離感は必要ですね。市長はこのことに対してどのように考えか答弁を求めます。岩田市長。レモングラスを例えて言いますとね、で私はもう7年前の一般質問におきましてね、当時の明治政府の例を出して官営八幡製鉄所、官営八幡製鉄所ですね、あれちょっと取り方に、統計の取り方によって数字が違うんですけれども、当時の国家予算の10分の1から4分の1ぐらい出してるんですよ。国が 100% 支出してね。で、それで一本立ちしてから今の新日鉄さんに、まあ、五代友厚さんっていう薩摩の政商の方にね、もうほとんどただ同然で売却して、でその時点で大きく目がバーンとまた出たんですよね。だから種がを巻いて、まあ、レモングラスに立てるというと、種を巻いてこう苗になって少し芽が出た時点で、これは伸びていくぞと言った時点で、やはりこれは民間にお渡しするのが私は筋だと思っていて、なぜ武雄市の今レモングラスがまあ、いろんなとこから注目をされていますけれど、それはいいタイミングで民間の方々にやっぱりこうお渡しをしたと。そこから次は民間の、ね、競争環境の中に置かれてやっぱり伸ばしていくと。でこれね、もし私たちが議会の、まあ、あの当時もね、もう宮本議員さんとか吉原議員さんとか散々な批判がありましたよ。散々な批判が。ですが、その中でもし我々がその批判に負けてやってなかったら、今のレモングラスってないわけですよ。だからそこをぜひね、ご理解をしていただきたいなと思っていますので、やはり一定程度成長した時点でね、これはもう民間にお渡しするのが筋だというように認識をしております。23番、倉谷議員。よく勘違いが、まあ、市長はいいんですけども、あるのはですね、官は何でもできる考え方からって、抱えすぎ。当初はいいもんですが、抱え取ってみんな武士の商法でですね、潰していく。これ多いんですね。だから、ある程度育てるまではどうしても民間の力がないときには考えしてやる。じゃあ、その後はですね、民でボーンと伸ばすという発想こそ必要だと思いますので、よろしくお願いします。実は、ビットイン九州。1月23日にホテル、福岡でございましたホテルオークラに行ってまいり、ここのセッションに参加したんですね。このテーマといたしまして、異業種だから成功する競争ビジネス、あるいはまたつなぐ力でビジネスを変えるというセッションがございました。ここには日本ユニシス株式会社の社長さんが見えて挨拶されたんですね。中央に大きなモニターがありましたので、おそらくモニターに、ね、これで出られるかなと思って、しかも本人が来て挨拶されたんですね。びっくりしました。それは資本金54億円超える、あるいは従業員4000名超える、その大きなところなんですね。で、三井行財研究所の会員でもあられます。2年前でしたかね、ここに三井行財来られましたけれども、三井行財研究所というのは、目的は三井グループにおいて異業種間との行財分野における知識集団としての機能を果たすことということなんですね。これで来られました。そこで今回はですね、ユニシスのパートナービジョンということを打ち出されておりました。それは情報技術 IT ですね、
IT の最適な状態を提供しよう。IT を活用した事業を支援していこう。あるいはまた IT を活用し、社会基盤の提供をしていこうという話をなされておりました。それでまた同時にですね、総務省が、オープンデータの推進のためのデータカタログのあり方に関する調査ということを出す、入札出されて、ここに先ほど言いましたデイソフトの山崎浩二社長、あるいはユニシスさんの方も一緒です。合同にしてですね、こういうことを出されたんですね。小規模な自治体のためには、由来データ駆動のオープンデータを活用した推進が適当だろうということを出されて、これがですね、実は、推奨されたんですね。このことに対して、まあ、竹吉もされているございますけれども、このことに対してどのように思われるか、答弁を求めたいと思います。豊田市長。この山崎浩二さんという名前は、総務省から一番聞くんですよね。ですので、まあ、やっぱり、まあ、私も竹雄出身だし、竹雄で生活している者としてはね、やっぱそれはすごい誇らしいことだと思いますね。ですので、これやっぱね、竹雄の面白いところは、竹雄で活躍されている人っていうのは、竹雄で悪口にずっとですよ。だけど、まあ、私のことじゃないですよ。ですが、よそでね、よそで、やっぱりこう、山崎浩二さんだけじゃなくて、まあ、お名前はあえてあげませんけど、いろんな人のご活躍っていうのは、やっぱり聞くわけですよね。だから、そこの、こう、非対称性っていうかね、そこは面白いところだなと思います。まあ、いずれにしても誇らしいことだと思います。以上。23番、黒柳議員。いや、でも、悪口じゃなくてですね、本当は、先日、横浜行ったんですね。横浜まちづくり委員会が、日和田市長を呼びたいと、いう話だと。というのは、私の親戚、日和田市と言いますからね。竹雄の日和田市長、親戚ねと。もう誇らしいことですよ。すいません、私は議長、歯が一本なくしてですね、発音が悪いです。すいません。はい、ということなんですね。それでまた先ほどのユニシスのセッションにもですね、ぜひ日和田市長を呼びたいという人も、かなりおられそうでございました。これ付け加えておきますけれども、これまで役所の仕事で当然ですけれども、紙のやり取りですね、それから契約書、領収書、請求書などすべて紐付けしとかんばいかんというのは実態ですね。つまり契約書、領収書、請求書、申込書、貸出書すべて紐付けしておかなければならない。これは探すのが大変だということですね。探すのが大変。実はここに24年11月17日って書いてあります。これも探すのに苦労をしました。実は12月1日に質問したんですけども、行政文書ウェブ公開へ、請求不要誰でも閲覧可能になりますよ、他教師発送として来年度から25年度からですね、日本フェイスブック学会で日和田市会長の日和田市長さんが発表されたということですけれども、さらには公開される文書は開示できるものだけ、個人情報など禁止されている文書は省けますよ、当たり前ですね。開示する文書はクラウドに保管、ここを探したんですけれども、つまり東日本大震災では行政文書が破損した、流出した、そういうことから離れた場所、沖縄見に行ったんですけど、そういうところに2箇所にですね、置いておくというのが今の発想ですね。ここですけれども、開示する文書はクラウドに保管、これはいつやったのかということでですね、開示するこのクラウドはいつだったのかということで調べたんですね。それは一生懸命こう議事録を探すぐらいしかなかったんですね。竹内が定例会議事録ですけれども、昨日もありよったんですけれども、これうち の座敷ですけれども、こういっぱい持ってきてですね、ここへ広げねえかんということで、実はこれはこういう状態の広げていって、なおかつあここあったここあったということで印をつけてですね、でここのとこでしたねと線を引けば、あ24年の11月17日だったかって議事録で分かるんですよね。これもその時の答弁書出てきたんですね。しかし議事録が今電子化されてる、
そうしたらどのようにで探すかといえば、まず他教師のホームページを開く。ホームページの中で他教師以外とあるから、ここをこの他教師以外をクリックする。そうすれば他教師以外ということが出てきます。さらにここのところに定例会臨時会の日程議事録というのが出てきますね。じゃあいつまで収録してあるかということです。ここですが26年の2月議会、この場合ですね、まで、ここが初めですけれども、18年4月から、これまでは PDF されたんですね。それで、ここのとこですが、他教師以下議事録検索ということで、こう書くとこあるんですけど、ここに、先ほど言いました、クラウド。で、私の質問ですので、ここに黒岩と入れますね。そして、この検索をクリックするんですね。それは、Google のカスタマイズ、Yahoo でもあるんでしょ。そういうとこからですね、クイックさだけで、直ちに、このようにボンボンボンまでパッと出るんですね。昨日出なかったんですよね、マフィアが。出なかった。これで。だから、ちゃんと正式な分のとこ、登壇したとこだけしか議事録書きませんのでね。ヤジなんか出ませんので。そうやって開いていきますと、まあ23番黒岩で探し出して、ずーっと見ていくと、ここに印ついてるんですね。クラウドってこと。これ自治体クラウドと書けば一発で出たんですけど、こういうふうに出たんですね。わずか1分ですよ。公開する文書はクラウドに保管ということをここで探したんですけれども、議事録は PDF 化検索のスピードが大きくなった。これ電子化そのものですね。このことについてどのように思われるか、これ通告しておりましたので、ぜひともですね、その操作について操作をしながら説明をしていきたい、いただきたいと思いますけども、よろしくお願いします。宮下戸田部長。あ、すいません。キーワードを言いますけれども、哺乳類。おもちゃ箱いっぱい出てるのが哺乳類でお願いします。モニターお願いします。出しておこうとか。なっちゃう。先ほど質問の中で出ましたように、これが卓球師のホームページのいわゆるトップ。一番最初になるページであります。この中で、こうジャンルがずっと一番上にございますが、姿勢情報、これをクリックをしていただくと、まあ、姿勢情報の中にですね、各種計画であるとか、市議会とか予算とか選挙であるとか、こういうものが入ってますよという形で出てきます。で、この中で、さらに、この市議会というものをクリックしていただきますと、このページ、市議会のデータのページになるということになります。で、先ほど、議員さんからも説明がありましたように、このページについては、合併後の議事録がデータベースとして公開されているということになります。で、この議事録の下に、議事録検索という表題がついております。この下にクリックしていただきまして、カーソルをここに持ってくると。で、哺乳類です。ということで、入れていただきまして、その右の方に検索というボタンがありますので、これを押すと。しますと、ここに、哺乳類に関する質問のリストが出てきます。で、これで、アンダーバーが引いてある部分で、クリックしていただきますと、その当時の質問の議事録がそのまま出てくるということになります。で、
右の端に3つちっちゃく、これですね、3本入っておりますので、これを開きます。で、ここにですね、詳細の研修機能というのがあるらしいんですけど、これになるんですかね、切り取り、検索これですね。これを押していただきまして、窓が出てきますので、先ほどの、入力ということを入れまして、すると、このページの哺乳類という単語がここにありますよというところにすぐ飛んでいくという、こういう機能がついております。ということで、まあ、検索が非常に早いということができるように、現在、議事録についてはなっております。ということで、検索機能が先ほどご紹介がありましたように、大手のソフト会社のソフトということを使いまして、市民の利便性向上につながっているというふうに認識をいたしているところでございます。はい、以上。西尾様、黒柳院。今説明いただいたんですけど、私今言ったらスピードなんですね。スピードと確実性、これがやっぱり機械化によって大きく変わるというのを説明していただきたかったんですけれども、ありがとうございました。それともう一つ、先ほどですね、黒岩って入れんやったんですね。哺乳類黒岩って入れれば、牟田議長さんも一緒やったけんがですね、一つ出てくるとですね、数によって絞っていくということですね。これ実際の竹雄市議会の議事録ですけれども、これ私の質問ですが、浪江町の仮の小学校の子どもたちはこの図のような放射線量などを歩いた、それからこの図が示すように、先ほどの図、この図、あの図、その図で出てくるんですよね、今の状態の中ですね。これでは分からん、しかいっぱい質問をしとったということです。実はここにですね、タグを打っていくという考え方、これ T はタグなんですね。仮の小学校の子どもたちはこの図にタグを打って、次のこの図に打って打っとけば、どういう状態が出るかと言いますと、仮の小学校、ご存知ですね、仮の小学校の子どもたちはこの図のようなのを歩いていったね。つまりここが飯舘村が竹吉と一緒の距離だと言いました。浪江小学校はここら辺ですもんね、ちょうどね。そしてこの図のような、つまりこう縦長に流れているところに行ったという意味ですね。放射線量の中が荒れた、で高濃度の放射線量、次はこの図なんで、この図にタグを打っておけば、この図はこれが出てくるんですね。でここがパリの小学校で、子どもたちはこう歩いていったんですよ。150ミリシーベルトの中歩いていったんですね。この図が示すようにいった。だから先ほどの図、先ほどの図というのはどっちか分からんですけれども、タグを打っとけばですね、これが出てくるんですね。ここから逃げるのにですよ、市長さん、地図見てくださいね。この中を歩いて行ったんですよ、対馬支所に。2階の弁当にあって、子どもたちはここで弁当も食べたんです、おにぎりも食べたんですよね。しかしこれが分かっとけば、市長どっちに行くんですか。同じ浪江町で海の方に逃げますね、あるいはまた南相馬市に逃げますね。簡単に分かる話をここでしたんですけども、この図あの図で分からないんですね。もう一つ似たような話が、チェルノブイリ避難所比較表、今よくあるのが、これ公文書にちょっと入れ替えますけども、チェルノブイリ避難所というのはこれ利用しましたけども、こうチェックしてリンクできるって書いたらよくあるんですね。リンクすればパッと出てくるんですね。これとは少し違うんで、同じタグ打ちでもですね。ということを理解していただきたいと思いますけれども、だからパネル保存ができる議事録作り、ぜひともこれに取り組んでいただきたいと思いますけれども、答弁を求めます。両田市長。
もう電子化の最大の意義は保存と活用がすごくしやすいということなんですよね。ですので、例えばそういった写真であるとかその資料っていうのを、まあ、タグ付けというかリンクというかちょっと別にしてもね、それはもう行うべきだと思いますね。ただそうなった時に私は本当にね、紙のこんな分厚いね議事録をね何十分も作んなきゃいけないんですよ。いや作んなきゃいけないっていうかね、もうそれはもうやめですよ。そう、うん、だからその費用をかけるぐらいだったらもうこっちに特化すると。ただし保存用でどうしてもね必要な場合があるんで、それは例えば図書館なり議会なりにもう2部ぐらいでいいんじゃないですかね。もうあとはもうすべからくあれですよね、もうネットで公開するっていうの でかつ皆さんが利用しやすいということは私はできるというふうに思ってます。私ちょっと間に合わなかったんですけど、 iPad で本読んでてもほとんどの本ってもうリンクが貼ってあって、先ほど黒柳議員がおっしゃったようにそこの線に行くと地図とかにも飛んでいけるんですよ、うん、だからもうそうなってきてますので、それがもう世の中のもう趨勢だと思います。はい、以上。23番黒柳議員。ちょっと私紙の人ね、はい、紙の議事録私も断っております。議会で私のいらんってことですね、作っておりません。私の分はいりませんかね。うちの座敷も昔はですよ、私勉強部屋で腹いっぱい広がっちゃった。今パソコン一つあれば何もない質問ですね、まあ、そう変わっていきますけれども、先日ですね、まあ、これから本題には入りますけれども、佐賀県がテレワーク推進ってこと書いておりましたし、新年度からタブレット仙台導入、出先でも町内システム利用できますよ。場所を選ばず仕事がで、これはキーワードです。覚えておいてくださいね。あと言いますけど、場所を選ぶ仕事ができる。つまり、行政サービスの向上を目指す。ここ枠つけておりませんけれども、行政サービス。行政サービスを目指すということなんですね。場所を選ばず仕事ができるということでございますけれども、でも、これイメージです。竹内さんございました。イメージですね。中身を見てみますと、じゃあ町内市民サービスはどうなってるのか。町内ご案内ちゃんとこう書いてあるんですね。きれいに書いてあります。そして大きくですね、やっぱこの会議ありますよって書いてあるんですよ。非常にいいことですけれども、実際ですね、転出届出してみても分かりますけれども、市民の皆さんが例えば年金問題でありますと健康課に行かんべか、生活保護は福祉課、子ども医療は支援課、さらには保育園は未来課、それから勧誘税は税務課というふうにずーっと行かんべかんってね、これ前使いました。さらに給食の申し込みといえば学校教育課に行かんべか、つまり市民がたらい回されようとですよ。たらい回されようと。そして閣下で証明書を取りますけれども、この証明書を持って都内の課に行ったりするのは俺は無駄だと思うんですね。たらい回しされるという見方なんですね。そこでまず一つですけども、行政や市民のためというならば庁舎内での諸証明のやり取りは不要だと思いますけども、このことに対してどのようにお考えか答弁を求めます。岩田市長。不要だと思います。はい、以上。23番黒井議員。簡素化ぐらいかなと思ってありがとうございました。まあ、簡素化できないかということでしたけども思いましたけども、不要になるようにぜひともですねしていただきたいと思います。よかった。さらには格差がありまして、市民は先ほど言ったようにですね、実際健康課行ったり税務課に行ったり未来課に行ったり支援課に行ったりですね、このように実際ちゃんと見れば回されるんです。市民の皆さんが各課を回されようとですよ。これが実態ですよ。つまり市民の皆さんが例えば支援会に行きます、忙しいですね、一生懸命行きますけれども、いや未来課も行け、用事があればやっぱり行かないか、
税務課にも用事があれば行かないか、健康課にも行かないか、あるいは福祉課にも行かなければならない、そういうことではなくですね、そういうことではなく、ここのところをすべて電子化してしまう、電子化。そうすればですね、市民の皆さんが窓口に来たときに黙って座るだけでいい顔ですね、いい顔です。お客顔が愛しとらんのかな。この方がです、ここをみんなですね、電子化することによって、すべてが、先ほど言いました、場所を選ばず仕事ができるから、窓口で仕事ができるんですよね。東京から沖縄から出くき、和口でできるはずなんですね。そうすれば、支援課、未来課、税務課、健康課、福祉課が、すべてここで処理できますので、おじいちゃんは黙って座っておくだけで、これがワンストップ行政だ。これが総合窓口じゃないかというのが3年間言い続けてきたことでございますけれども、繰り返しますけれども、市民の皆さんが真ん中に来ます。あえて、庁舎を木を作ったんですけども、こういう状態で、こういうことができないかと、おじいちゃんが座ってですね、こういうことができないかと、庁舎が回れと、閣下が回ってほしかと、いう発想をぜひともしてほしい。そのためにどうするか。木の根っこの方からですね、入ったらどうかということなんですね。つまり葉っぱから拝見が回らんばばってんが、木の根元から、前市長さんからって言ったんですね、ここから行けば、ちゃんと総合窓口になり、閣下できるんじゃないかって発想ですけども、これがワンストップ行政だと。さらに、総合窓口、ワンストップ行政、いろいろ言いますけれども、すべては住民の要望が窓口に来て行くスタイルが、先ほど言いましたが、かかり、いろいろ行きますね。その後に課長さんのところに行く。さらには部長さんのところに。つまり、こういう状態、これら、こういう状態で行ってるんですね。現実がこういう状態、こうではなくて、こがいったらどこやろかって、部長、課長、係長、係にですね、これ発想ですよね。ということは、部長さんのとこ行くと、課長さん、こんなんですね、こういう状態、これは、ここのとこですけども、電子化すればすべてが、部長さんに行く。そうすれば、これが総合窓口であるし、今言ってた、この三つのことが解決しますよ。発想がなければできませんのでね。まさに、たらい回しされている市民と思ってください。行政は市民のために、どのように思われるか、答弁を求めます。岩田市長。まあ、あれですもんね。ちょっとこれ、うちの市役所じゃないんですけれども、あれなんですよね。お父さんがこう亡くなられた時にね、その息子さんがある市役所に来た時に、もう全くこうね、同じようなたらい回しがあって、で、なんか国保のとこに行った時にね、なんかさっき、あそこでなんか市民課で証明書持ってきてくれって言われて、おかしいじゃないかと。いうことで、でしかもその間すごいやっぱそう忙しいじゃないですか、その ご準備とかね、それでもう40分も1時間も取られてしまったと、でもう二度とこの市役所には行かんぞと、もう税金も払いたくないぞっていうのが、これたまたま私の知り合いだったんで、来たんですね。でこれ竹内市役所の場合は、まあ、たらい回しをせざるを得ないんですよ、今のシステムだと。でもちゃんとこうついていくっていうふうにしてるんです。それでもやっぱ限界なんですよね。ですのでこれだけもう先ほど黒岩議員さんがおっしゃったように、もう電子化が進められてきますので、もう可能な限りも一本化できます。一本化できて、かつやっぱりですね、もう今認証もやっぱ結構できるんですよ。もうパッて来た瞬間に、こういう姿だったら、あ、これは子育ての方ねと言ったりとか、これはどっちかと言ったら、あ、引っ越し
をされてきたんだなっていうので、もう認証のところまでも行きつつあるんですよね。だからその電子化っていうのはそのもういわゆる本当の意味の 3D 化なんですよ。もう全体を認識できるって、でこれ個人情報をうんとかじゃないんですよね。ですのでそこによってだいぶ市民の待ち時間も減るということになると思います。で持っていく先は僕はアップルストアだと思ってるんです。あの快適な空間でレジすらない、もう本当に来た顧客に対して、従業員の人がそこに張り付いて、そこでいらっしゃるところでも全部終わってしまうと、支払いまでそこで立ったまま終わってしまうというところですので、図書館のような居心地のいい空間で、待ってることが苦痛でないって、いうこと。そしておそらくですね、例えば黒岩議員さんがいろんな手続きで来られたりするじゃないですか、新しい竹雄市役所に。そしたらある職員がパッて飛んできますよ。で今日のご用向きなんですかって言った時に、いやカクカクしかじかですって言ったら、あこれだったら15分ぐらい待ってほしいというので、その間に全部済ませるということがこれからの行政の僕は主流になっていくと思いますので、ぜひそれにチャレンジしていきたいと、このように思います。会長、認証3番黒岩議員、ありがとうございます。先ほど言いましたように、議事録検索だけでもわずか1分でできるようにかかったんですよね。これ電子化じゃなければできない話ですので、お願いいたします。実は先ほど言いましたように、議論はまだよかでしょ。私29歳、これ私のことです。若さフレッシュ行動力よく出ました。ちょうどその時はですね、松本町長さんもですね、市長さんみたいな、ちょうどその年代ですよ。若かったですよ。今も若いですけどね。こういうことでですね、出たんですよね。色も変えてみました。そしてですね、やはり欲しいのはここなんですね。議会に新風、やはり若い人たちの頭。私もですね、20区でなった時には、先ほど言った3人の重鎮がもうエスカウトを去った。しかしその中の山口議員さんがね、おいお前、俺も20区ぞって、お前も20区内頑張りね、ちゃんとなっていって、俺が押し受け来いって言われて、それで今があるんですよね。だからそういう引き継ぎができるのを、皆さん若いですよっていうことを訴えたんですけども、私がですね、初心を忘れ議員として目指してきたことは、市民のための政治ですね、住民のための政治なんですね。古川知事さんがこの前ワンストップ行政という話をなされました。これは県民の皆さんのための県庁であるし、たらい回せる最大行政だと言われたと思うんですよ。それで総合窓口の必要性を言われたと、それはワンストップ行政だと思いますけれども、私もですね、町民の皆さんのため最も必要なものは何かと言ってきたことは、やはり総合窓口なんですね。これは私は町民の皆さんが役場に来られたら、受付だけで済むように全てができるたらい回さない行政、つまり総合窓口の必要性を提言したんです、20年前。そしたら当時の松本町長さんは、したいんですけど、そがん昨日聞いた後の職員におらんって言われて、これ見事にですね、見事に握るんですね。しかし方法がなく、机上の空洞になった。そういう中でですね、3年前ですけども、それを解決したのが、パッセルなんですね。私の頭の中を解決したのはパッセルです。それを解決したのがパッセル。つまり、二次元の世界の中で 3D 検索するのがパッセルなんです。二次元の世界の中で 3D 検索するのがパッセルですね。そういうパッセルって何やと。パッセルとは、デイソフトウェアの代表取締役の山崎浩一社長が作られたもの。つまり、日本、アメリカで取得済みの特許なんですね、これは。他にも今ですね、いろんなことで特許あるシステムとかで特許出願されておりますけれど、これアメリカですよね、これ日本。本を読んでみますと、社内の案内ですけれども、フローチャートをベースでマクロ計算を行い、おい、わからんとですけれども、それらのフローチャートを総合接続できるシステムですよって、会社の案内です。さらには、あ、これ総合システム、ここだけ少しわかったですけどもね、
さらにはパーソナルユースソフトのそのまま書いただけですけども垣根を取り払った新しいビジネス基盤の創設を可能とする山崎浩一社長が開発したソフトですよって書いてあるんですね。分からん、市長が分かんさか分からんってね、これ意味分からんってですよ。まず謝罪しとかもいかんと思うのは特許ですからね、とらえとまず謝罪しておきますけれども、私がこれまで利用する許す言ってるのは、ここで利用しているというのは行政にこの一部を利用するということですからね。パッセルが持つ無限大の可能性の中のですね、ごくごくわずかな一部の部分を使って言ってるということで、私が言ってるのは全てパッセルではないということだけはですね、やっぱこの YouTube で流れてますのでね、謝罪しておきますけれども、これは山崎先生が2012年 IT 委員会に書かれたものですけれども、行政のためのオートタグシステムということでこう講演をしていただきました。これ山崎先生が作ったんですね。やっぱおいと違うという上手ですね。紙をすべて高速回線に投げ込む、絶対必要なことは PDF 化だと。 PDF 化してすべてを投げ込みますよ。そうすればオートタグが全てをインデックスしますよ。つまり市役所の仕事はそのまますることによってオートタグを打っていくと。そうすることがインデックスを育てていくんですよ。これインデックスというのはご承知と思いますけども、目的情報を探すための作為指標になっていくのがインデックスですね。つまりみんなでオートタグを仕事をするのがこういう雲の巣ウェブですね。みんなでオートタグを育てることが、つまりこのその人その人のセット使用書などを作っていきますよという意味なんですね。そうだからインデックスの基本、みんなでそれをおのおの作ったのがかかりかかりで作っておれば、それを自由に使うことができますよ。つまりここにわざわざ雲を書いてあるのは、ずっとウェブを張って雲の巣をずっと作っていくんですね。雲の巣であればどこでも行けるよというウェブを張っていくという意味の雲の巣なんですね。そうすれば一丁一丁探さずにすぐ出る、さっきの議事録聞かない聞かないでもちゃんとマニュアルがインデックスに載ってる、あるいはよそに訪ねていく必要もない、早い、ノーミス、一番役所で大事なのはノーミスですよね。水道部と言わんばってんですね。しょっちゅうやっぱり書き換えのある、差し替えのは、もう差し替えはすっきりいかんですよ。今からね、間違ったらここで謝る、謝って訂正する、その方が本人のためにもなります。まあそういうノーミスを起こさないように機械だからね、数字を重ねるだけで間違いを発見できますので、電子化すればこういうことはなくなりますということを習ったんですね。パッセルがではどのように使われているかといいますと、医療、製造業、研究機関、サービス業、医療研修、いろんなところ使われてですね、クリティカルパスシステム、これも分からんけん辞書引いたり、治療や看護の手順を標準化し、診療の効率化や品質化、コスト削減を図る手法ですよということで使われております。あるいはまた部門別管理会計システムですね。これはユニシスさんと共同して、ユニシスさんの方が出されてるんですね。で、2010年、佐賀大学医学部など一緒になって発表されてですね、使用されております。それからここ大事なことですけども、数千万の初期投資がかからず、月額数万円と安いですよ。つまり、なんていうか、総ランコンピューターですかね。パーソナル、大きなコンピューターでなくても、大事な一部を抜き取ってですね、そこをシステム化することができるし、それに付帯していくというのがパッセルの特徴ですね。あるいは電子カルテシステム、これもだから今言いましたように、膨大なシステムがあるんですね。だから大型スーパーコンピューターであればできるでしょうけれども、そうでなくても、ここら辺の町医者、お医者さんの小さな人でも簡単に使うことができます。その部分だけをですね、シンプルなシステムとして構築することができる。それで必要であれば、それに付帯していくということができるんですね。製造業向けのシステムとして、固定化しない柔らかいシステムということでございますけれども、行き過ぎた。パッセルというのは必要な部分だけをシステム化、大きい中でですね、必
要な部分だけをシステム化したり、必要に応じて付帯システムが追加できるということなんですね。シンプルなシステムと付帯、さらに必要な部分だけをシステム化する、それに必要に応じてシステムを追加するというシステムが達成なんですね。必要な部分をシンプルに、さらにそれに付帯して、これこそまさに行政改革には不可欠だと思いますけれども、どのようにお考えか答弁を求めます。豊田市長。これ基本的な方向性は僕も同じなんですけれども、あとはその実際使っていく職員がね、これ使ってて、あ、これは便利だと、あるいはやっぱりこう前よりも楽だというのを日常的に体感的にしない限り、僕はこれ広がらないと思いますので、やっぱこう一旦ちゃんと使ってみるということが大事だと思うんですね。ただうちの職員もそれはいろんな、例えばオフィス系であったりとか iOS とかであったりとか、すごいやっぱ目が肥えてるんですよ。ですので、それを上回る使いやすさがない限り、僕は広まないと思います。で、いずれにしても、ちょっと僕は一回使ってみます。で、僕が使って、ダメだったらもう広がらないと、いうことだと思いますので、ぜひ、そういう形かなというふうに思っております。はい、以上。23番、黒江議員。まあ、機械打ち壊し運動じゃないですけどね、何かをするときは必ずそういう動きあるんですよね。面白い話、まあ、私たち年代知ってると思いますけども、計算機が出たときにですね、駅の切符を買うときにどういう現象があってたか、秘書さん知らんでしょ。切符買いが行くにですね、計算機出て行くらしいときに横にその場を置いてもらったんですよ。計算機をその場でしようとった。今頃そう見ておらんですね。やっぱそういうもんなんですね。だから今秘書さんおっしゃるように、誰でも使えるシステムでなければ、もちろん誰も使えませんので、それは心配ないとですね。はい、子ども手当、これも何回も言いましたけれども、どういうことをしているかと言いますと、仕事ですけれども、全市民の中が選別、こういう順序にされてですね、まあ、少し違うか分かりませんけれども、該当する子どもがいる方を選んだ、所得制限をかけられるんですね。さらには措置を乗じて各世帯の支給が、これが大体の仕事でしょ。それでこういう状態でですね、実は選別加算をしていってるんですよね、機械的には。そこでこれ最初に3年ぐらい前に山崎先生に話したんで、じゃあこの空きソフト作る横田入れていただいた子ども手当ですけれども、仕事の手順書を作る。そしたら世帯主、家族構成、所得、これが把握できれば自動的に機械で総額が出てきますよということ、これが選別加算をさせることですね。これが行政ナビだという言葉を使っております。まだ世に出ておりません。カーナビとは違うということですね。カーナビとあります、これよく出てますね。ではカーナビと行政ナビどこが違うか。カーナビというのは目的地を決めて、そして現在地へ来るだけですね。つまりこれは静脈と一緒なの。目的地から現在地へ来るというシステムですね。じゃあ行政ナビ知らんや。つまり動脈から、いや動脈と一緒で心臓から指先へ行く、一緒やるもんと重さがかからんばって、少し違うのはですね、ずっと血液が選別しながら出ていくんだと、目標に向かっていくんだということの意味ですね。選別して未来に向かっていくんだ、つまり指先から心臓じゃなくて心臓から指先へ向かっていく、これが行政ナビだということですね。そう考えていきますと、このカーナビを選んですね、こういう行政ナビを作って選別進化させることによって、この穴あきシートが埋まっていきますよ。マイソフトができます。付帯することもできますし、さらには仕事の一部を支援するソフト、仕事の一部を変わってもらうという考え方でなければいかんですね。全体的に変わりますけれども、先ほどの計算機と一緒なんです。一つずつ変えていくという発想ですね。それがデイソフトであるということですね。これも24年の3月議会でここでお話ししましたけれども、
家族構成所得把握ができればということですけども、ここを 3D 表示すると話しましたね。3次元というのは、まず1次元というのは線ですね。前と後ろから敵が攻めてくる、それを守ればいい。2次元は面なんですね。今度は横も守らんばいかん。3次元は立体ですね。上から下まで守らなきゃ。これが 3D ライン、3次元ですね。そうすれば3次元検索というのは立体、つまり縦横高さ、あらゆる方向から敵が攻めてくるから守らなければならない。ということは、あらゆる方向から検索ができるということなんですね。神の世界で 3D 検索。神の世界というのは、ものですから3次元みたいに見えますけど、実際2次元の世界ですね。2次元の世界で 3D 検索をするということでございますけれども、これはもう、立体的計算する 3×3×2 サザン学9に18のこう立体的に検査するということですけれども、これ25年6月書いたんですが、縦横、あ、そうですね。XYZ 軸で計算すればどうなるかと言いますと、サザン学が前に出てきますね。立体的に検査、計算ですね。ここの後ろの前から2番目のところの上から3番目に、ここにコマとして18と出るわけです。18はここにあるんですね。XYZ 軸ですから。そしてこれが18になりますよ。こう大きく書きましたけど、サザンが9に、ここに18が来ますよってことは、ここに説明したんですね。こうですね。これを 3D 表示すれば、平面の中に表示すればですね、ここに9でなくて、18が来るんですね。つまり、ここの計算表は2次元の世界ですけれども、サザン学を国のここのところに18が出る。つまり、整理されたものが出てくるんですね。選別されたものが出てくるということになるんです。そうすれば、家族構成の場合、家族構成が分かれば、ここで機械を入れてやれば、年齢の選択でいいんですね。じゃあ、所得を把握できれば、所得制限ができるんです。それに、あれ?それに措置を付加して、総額を出していく。これが行政なんですね。これをすしてしまえば、地域別、あるいは、これも簡単にご承知分けられますね。地域別、法人別は、はがき出すとき、議長さんがそれするんですよね。すごく簡単に変わるでしょ。あれと一緒ですね。それからプリンターをすれば、通知書が各家庭に届くということになるんですね。今までこれ手仕事してきたんですから、少しずつ変えていけばできないはずはないんですね。いっぺんに作ってしまおうと思ったら間違うんです。これできないはずはない。一部変わってやるということですね。それでオープンデータとパス、ちょっと時間もありませんので、オープンデータとパス線の関係ということで、山崎先生から IT 委員会で説明していただいたものですけども、山崎先生、こうおっしゃった。鍋物をですね、作りたいという、どうすっかいと。まず肉は、肉屋さんに行く。野菜は、野菜屋さんに行く。そして、魚は、魚屋さんに行くですよね。しかし、スーパーマーケットに行けば、家具を持っていくですよね。家具を持って鍋物と考えたときには、これが買い物カゴに肉を入れるですよね。野菜を入れますよね。魚を入れますよね。これをですね、応答タグで肉、野菜、そして魚というように、買い物セットとしてシステムに記憶させるんですよ。そうすれば今度は、鍋物セットということで、鍋物セットということで、これを持っていけばですね、持っていただけで、オートタグでシステムが記憶されておりますので、持っていただけで、
次は2個野菜というふうにですね、オートタグによってこれが探すことができるということなんですね。こういう発想ですよ。でさらに、いやこのシステムを違って私は豆腐の欲しかったということであれば、このシステムに豆腐を付帯させることができるんですね。あるいはまたこれがレシピ、この場合言われておりましたけれども、料理の本とした場合はこれにはですね、いろんな手法が違いますので、まあ、どがん歴史のあとか誰が作ったとかと、あいつの作ったのは食いも先輩とか、いろいろあるんですね。そういうもののそういう由来データもこれに付け加えることができるということになるんですね。これがシンプルなシステムに付帯していくという発想ですけれども、繰り返しますが、買い物セットということでこういうふうに直ちに動きますね。これをスーパーでなく、ここに基本情報を入れていくんですね。いろんな情報を入れますけれども、そうすれば記憶されたシステム、これを特許出願中のデイシステムをこう入れていく。で、買い物セットということは頭脳ですので、ここをパッセルを使う、この2つを組み合わせて発想ですね。つまりパッセルがエンジンならば、デイシステムというのは車のボディというんですか、そういう状態ですね。だからこのパッセルにもちろんボディの代わりに、例えば車輪の代わりにキャタピラをつけてですね、砲台をつければそれは戦車になります。この電子システムに翼をつけてやればそれは飛行機になるんですね。そういうふうにこの基本情報によって変わっていくんだということですね。これが行政ナビなんですね。これを作ることによって、この指数を利用すれば全ての仕事が対応できるということなんですよね。そこで転入届や転出届、なんかデモを作りたいと思いますけども、顔を特化してね、ぜひともデモを作成してほしい、これにじゃあ力を貸してほしいというのは、総合窓口、私竹吉からこれを使いたいんですね。よその自治体も注目しております。しかしこれ竹吉じゃなかったら私意味がなかったですよ。今のシステムを誰かが使うことができるわけですから、それは竹吉から使うと、そして竹吉から総合窓口を作ろうというのは私の恩返しもございますので、行政はですね、住民は行政の主人公ですね。そのため市長がよく言われるように、市民が良くなるためにはですね、タブーを恐れないという姿勢が大事だと思いますけれども、総合窓口は市長ね、ぜひとも力ということでデモを作ると、例えば仕事は縁起分かるですかね、仕事でか何か作ってですね、でできるという実証をですね、ぜひとも発明仕事をできますけども、実務ができませんので力を貸していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。答弁を求めます。岩田市長。元僕は私タブーないですからね、はい、はい、ありません。全然僕はタブーもないし、やっぱり市民にとって一番いいものを目指してきたっていうのはこの8年で ありますので、今ね370ちょっとの今マニュアルを作成してるんですよ。でそれだけこういう小さな自治体っていうか市役所でもね、やっぱりそういうことがバラバラで行われてきたんで、そのマニュアル今見直しをしています。でその中でやっぱりこういう成功体験がやっぱりいいですもんね。それからそのデモっていうのはその中のいくつかを抽出をして、デモっていうかね、パイロットでこれはぜひしていきたいと思ってます。でその時にぜひねこれIT 特別委員会にもまた入ってもらって、ある程度これはオープンの場でやっていくことが必要だと思ってますし、市民のご協力もこれまた必要だと思ってますので、これはぜひちょっと私 もう賞味期限がもうそろそろ切れますので、ここでお約束するというのはちょっとおかしいのかもしれませんけど、その必要性は強く認識をしております。はい、以上。23番黒谷議員。ぜひですね、総合窓口は竹雄からと
ということでお願いしたいと思います。次にですね、世界一優秀な新日鉄ガス化用油炉の運転について少しばかり問題点を質問しておきたいと思います。考え方の変化が今世界各地で起こっておりますけど、昔はゴミを焼却捨てる、焼いて捨てるですね、こういう話でございました。先日あの小池県議会でもありましたけども、ゴミを焼却する処理するという考え方から今日では発電のための資源、ゴミじゃないんですよね、資源なんですよ。だからよその国に買いに行くんですよ。ゴミに買いに行くバカはいませんからね。ゴミではなくて資源だと。何の資源かと言いますと、発電ということはボイラーを沸かして、それによってタービンを回して電気エネルギーとしてゴミから回収するという発想ですね。電気エネルギーとして回収をする、これが考え方の変化、いずれ日本もなります。もったいないですからね。これは新日鉄のガス化用油炉でございます。可燃ゴミ、不燃ゴミ、いろんなゴミをここから投入をいたします。そうしますと乾燥余熱帯、これが300度から400度でございます。さらには熱分解ガス帯ということで、これが鮮度ですかね、鮮度ですね。それから燃焼帯、これが鮮度か1700度、こうですね。普通ここまでなんですよ。燃やすとか焼くとか、ここでいろんなダイオキシンな、いろんな問題が出るんですね。1700度も高い方ですよ。だいたい1300度ぐらい。これに、溶融帯とかついてるんですね。約1700度か1800度になる。というものなんですね。ここがですね。これによって大きく変わってくるのは、まず、ゴミの排出収集の分別、簡素化されます。さらには、焼却灰の溶融化で一番安い、直接溶かすんですからね。灰溶融なんかは、一回燃やして、その灰を溶かすということで高いですけれども、直接溶融すれば一番安いということなんですね。それは環境に優しい、ダイオキシンを出さんということですよ。ほとんど出しません。さらには資源エネルギーの高度利用、これは1800度でスラグを作りますので、全く違う、以前ここで私が持ってきたスラグと全く違うのができるんですね。これは建設常任委員会で姫路市の方に行ってまいりました。エコパーク網走ですね。ここで聞いた受けた資料でございますけれども、ここは200トン以上でございますので、放棄性が 0.1 ナノグラムですね。10億分の1グラムですね。そして施設の保証施設、これの半分、0.05 ナノグラムです。さらに、測定値が出されておったんですね。これはダイオキシンというのは、もう繰り返しますけれども、自然界に存在しないんですね。あの、ベトちゃん、ドクちゃんで見られますように、遺伝子に傷をつける。そしてこれは人類が作り出した最悪の猛毒だと言われております。だから規制が厳しいんですね。10億分の1グラム。1メーター真四角に10億分の1グラムって分からんですね。それが、これも天文学数字 0.、あ、ここですか、猛毒ですね。ここですけども、時間後かな。0.00034 ナノグラムまで落とすことができてたんですね。これはあの姫路の話です。こういうことに対してやはりあの住民の皆さんたちは敏感ですよね。敏感だから、これ22年8月24日ですけど、これ以前もここで紹介しました。松村地区最終処分場に関する陳情書というのが22年の8月24日に出されました。それは厚生省は平成8年に焼却残渣の無害化と溶融及び溶融固形化をしなければなりませんよと決めたんですね。まあ、18年に例外を作ったんですけども、とにかく溶融安全安心のために作った。それはスラグ化が最適だと言ったんですね。そういうのを受けて地権者の方ですけども、私たち地権者の方がですね、ガラス質の溶融スラグにしてほしいという陳情書を出されたんですよ。この時の
事務局の対応ですけれども、各担当課長様って書いて、20人の8月20日、直ちにですよ。どれだけ検討する、市長、当時市長は知らないと言われましたけれども、おそらくね、相談専門まっすぐ事務局を出したと思うんですけれども、当時の事務局は、こういうのはね、受け付けんって言われたんですね。受け付けん。しかし、陳情者から言われて、こう、話し合いもせずにですね、これ、中を開ければ人権侵害のこともって書いてあるんですよ。あえて先に消しましたけどね。そういう中で、もう、小入が言うこと、機関と直ちに出された。しかし、土地が取得できなきゃ、地形者ですよ。土地が取得できなければ、建設はできなかったんですね。土地が取得だければ建設できないと誰も感じなかったのかと思うんです。その時に10月に事務局長と行かれた、こう伊藤事務局長がですね、陳情者に会って謝罪されたんですよ。なんとか作らせてくれ。あれがなかったら今のゴミ処理場できてなかった。というのを私もついて、伊藤さんが言われに行ったんですかね、ついて行きました。で、話をしました。そういうことやなかけんが、俺が今度来るけんが、ぜひ、私を信用して、工事を咲いてくれんかということで今進んでいるわけですよね。事務局になって、陳情された。そして今はですね、事務局も頑張って来られてきてるんですね。これは、吉川議員が質問されたんですけど、給食センターの話ですね。いずれ、何ですか、今よりも競争入札になります。当時しなければいけませんので、その時にですね、給食センターと同じく、競争入札をしたわ。安く叩いたとは、スタッフを給料を下げた。これじゃ意味がなかわけですよね。608円時給。素案予算もうちでは9万8ですよね。ね、しかしあなたたちが組んだ予算をですね、入札で下げて取るためにはここを下げていくとですよ。一応これじゃ意味の中ですもんね。だから入札の時はですね、いやもちろんどうですか、今の紀藤クリーンセンターの皆さんたちはね、また移らんばけん、むしろ賃金も上げてやろうって、そういう気持ちの温かさ欲しかですよね。しかし入札各機ですね、議会の通りやすかったら詐欺者もすぎるわけね。ってならないようにですね、私も賞味期限決めますので、ぜひともここら辺のところですね、気をつけていただきたいと思います。それからこの時、井戸水を飲む時には井戸を追った人の苦労を思い出せ。ですね。ですね。今おっしゃるようにね。やっぱり今谷口議員さんがそんなことやってね、やっぱり選挙前に今の苦しみを思ってですね、選挙に上がったら皆さん市民のため頑張ってください。手厚い地元対策が必要なんですね。次はどう、もう飛び持てません。お願いしますね。市長さん上がったらね、先ほどお願いしますね。上がる、いや当選されたらすみません。当選されたらお願いします。道路改良の考え方。トップの考えが変われば改良は進むということで提言をしていきたいと思いますけれども、その前にですね、これは国道34号線駆け足入り口ですね、東島呉服店さん、福田菓子屋さん、さらには岸間本田商会さんがあって、この部分ですけれども、この部分も市長のね、力でやっとここが改良できるようになったんですよね。ここのとこが市長の力でですね、もう本当何十年できないとってさ、もう駆け足ものどこで喜んでます。ここが広がるなった。ね、大変喜んでます。しかしですね、一向に進まん。その後、ね、部長さんね、どげんなっとってやと。いう話がございますので、その進捗状況についてお伺いをいたします。森まちづくり部長。モニターお願いします。お、先ほど議員さんがおっしゃられました通りに、今この
北方町木之本東交差点というところの入り口の部分のところですけれども、この部分につきましては、強照で自動車が一旦信号待ちすると国道から入れないというふうな実態がありまして、また歩行者も、まあ、家の軒下を歩いて通学して歩行者も軒下を歩いているというふうな状況で、非常に危険な交差点であったためにですね、局部的な拡幅を行うというふうなことで、平成25年度に今測量の調査を実施しておりまして、まあ、保証の交渉もしておりまして、まあ、局部的、地権者からは、まあ、用地あるいは保証の内諾をいただいております。それで、契約が進めば平成26年度で、工事にいる予定としております。23番黒谷議員。だから私が言ってるのはですね、せっかくこう機が熟してというんですかね、市長さんが行ってわざわざ行ってもらってですね、それで何もできなかったらできた、これは直ちにしなければですね、まあ、気が変わることはありませんけれども、スピードを、まあ、どこでも忙しいでしょうけど、スピードアップすることがですね、より住民の皆さん方が安心するのがございますし、怪我も少なくございますので、まあ、最後ですけどもね、要望しておきますけど、ぜひともですね、あんまり名護を抱えるもんというのがですね、私の率直な意見でございます。あら飛んだとこな、これですよね、これはこれ今度サボって前を使いますけども、国土産業線バイパスがですね、大きく進展をして今できるんですね。これもですね、実は日渡市長の力でですね、大きく変わったんですね。これは古賀先生、あんまりやらかけこっちから五校の先しようってね、これ逆校中いかんですよ、逆校で打ち取らんですよ、これしかなかったわけね、五校の先しようってですよね。これもですね、じっくり、あ、これ前ですね、じっくり考えてほしいのが、人さんね、北方町は一生懸命あっちこっち咲いた、平成20年の大、平成2年の大水害から20年ができなかったんですよね。どうしてもできないということで、どうしようかという中で、市長さんがですね、11月12日だったと思いますけども、お花で小川誠先生に会わせていただいてですね、で、私は陳情することができた。私はついでについていったと思った、あの時。しかし、市長は私のために連れて行ってくれ、小川さん呼んでくれたんですよね。そうやってお花で話をして、分かったと言っていただいたんですね。で、その後ですね、呼ばれて、北方に平成2年間反対しようやかって、これ壊れた時ですよ。いや、それ違いますと。あの大水害は外、六角川の外水が流れてきて、ずっと話をして、じゃあ、これでしょ、じゃあ、建設省、国土交通省悪い、分かったって、直ちに電話かけて、行ってこいって言われたのが、この時なんですね。あの時の喜びはですね、市長ね、市長も嬉しかったからと、もう、住民としては、特に私は、このバイパスしてきてましたんですよ、ほんのって涙のと嬉しかったですね。だから、トップが動くに変わるということをね、ぜひとも今後も覚えてほしいと思うんですね。これも市長さんがよく言う朝日第二保育園に行くときから乱しとったって言いさばってんが、ここも非常に誰でも困ってた。しか誰が手をつけても何台も市長さんもかできへんと。じゃあこれもトップは行って、市長が行って何回行っても現実的には先の見事になったんですよね。非常に苦労の方もですね、苦労の会になったんですよね、喜んでおられます。それからここもですね、中野の道路ですけれども、この淵上工務店さんの場合です。これもわずかなところですけど、利用ができないと言われる状況の中で、なかなかこれもできそうでできなかったところですね。これは森部長ね、あなた率先して動いてもらうとですね、できたですね。まあ、かき足もできとらんばっていうのは。あ、これ、飛んだ。ここでしょ。あれ。こうですね。このところですね。できてました。それからもう一つ。これもですね、中野の公民館に行くところですね、これも何十年もできなかったんですよ。もうこの向こう側に私の50年来付き合いの中原君、中原幸の君とおりますので、非常に困っとった。しかし、中原さんと私と市長と一体となってですね、三位一体取り組んだんです。何十年でもできなかったのが、今は広がったんですよね。
できた、できない道路ができた、これが実態ですよね。だからトップの考え方変われば改良が進むということをぜひとも、まあ再選されましょうけどね、これを覚えとってほしい。部下任せじゃなくてですね、ぜひともお願いしたいと思います。これは一般質問を向こうから見た状態ですけれども、ここは裏子部長さんやったことでね、おいよく頭剥げ取らそうと思って、本当に秘書さんね、8年間ありがとうございました。お礼を申し上げたいと思います。いや、プスギやっぱり老けとんばい。ね、65歳若っちまって、やっぱり二流教育再開みたいな、昨日まで上田議員と話しとったばって、やっぱり二流教育再開目に盲人ばいって言われました。やっぱり65は定年だろうと思います。それでですね、本当はあの皆さん方にもですね、議員の皆さん方にも、執行部の皆さん方にですね、感謝を申し上げたいと思うんですね。それで俗に言うじゃなかですか。なんて、立つ取り、なんていうんですかね。後にござですね。石橋さん、ありがとうございます。立つ取り、後を濁さず感謝をですね、申し上げたいと思うんですね。それからですね、本当は39年になります。いろんな人たちにですね、お世話になったしですね、まあ、心からご支持ご支援ありがとうございましたということで、心からお礼を申し上げたいと。カメラを向かって言ってるのはありがとうございます。こういう向こうですね。それから、あ、少し時間なんですかね。それから皆さんもですね、今度改選される方、1番から26番議員さんまでですね、やっぱり現職は強く払わんばいかんですよ。また強かと思いますので、ぜひとも再選していただいてですね、武雄市のため頑張っていただきたいと思います。市長さん、あと1分ありますので、私に対して何かあれば、さっきのことを含めてお願いをいたします。与田市長。最初私は黒岩議員さんとは一方的だったですもんね。しかし、ね、やっぱり病院の民間医療は黒岩幸男をなくしたらできんやったっていうふうに本当に思っています。そして、黒岩さんは僕は伊藤さんとも仲の悪かったですもん、最初。しかし伊藤さんを引き合わせたのも黒岩さん、あるいは山口嗣憲さんともそうですもんね。この人を引き合わせたのも黒岩さんですので、私は本当にね、なんていうことですかね、まあ、人間的、まあ、尊敬はしてますけれども、それ以上にこの武雄市にとってね、特にこの8年間でよちよち歩きやった時に、新武雄病院を含めて図書館も感謝の言葉以外ないですね。それでもう長くなりますけれども、本当にね、これからもね、私の矢となり盾となり、残り人生あと50年ぐらいあると思いますので、頑張ってください。以上です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。これで終わります。やめたけよかったという拍手しよう。よし、以上で23番黒柳議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため10分程度休憩をいたします。